両者への道を開け騎士キ,キラヤ、ただいま参上ライオンハートの騎士の栄光にかけて、必ずやあんたを守ってみせよう共に己の道を貫こうではないか来たな、リーダー。暴れ回る準備はできているかでは 今日の任務を始めようではないか。おはよう、カッカ。ごきげんよう、カッカ。いい夜だな、カッカ。ライオンハートの騎士キラヤ、いつでも準備万端だ。俺様はあんたの剣となり、あんたのために道を切り開く。さあ、共に王道を歩もうではないか。責任と信頼が我らを再会に導いた。これは、 我らが同じ運命を背負っている証。俺様はたった一度の別れで闘志をなくすことはないが、あんたと共に戦うことをいつも望んでいる。もうこれ以上、俺様の期待を裏切らないでほしい。リーダー。獅子の闘志は空気をも焦がす。どうだ俺様の隣にいると、血がたぎるだろう この剣が手にある限り、我が行く道を阻む者はいない。こんなに天気がいいなら、うちにこもってないで一緒に外を歩こうではないか。あるいは、馬に乗るのもいいぞ。天気などに惑わされるな。自分の心をもっと強くするんだ。この髪型は俺様の闘志の証だ。決して雨に濡らすわけにはいかん。なので、 やはり傘を持っていこう。リーダーもしっかり持っておくんだぞ。今日も元気だな、リーダー。昨夜はよく眠れたようで何よりだ。今夜もぐっすり眠れるよ今から訓練を始めるぞ。ライオンの騎士なら、ライオンのように食らわないとな。ステーキをもう一丁サラダはいらん俺様が訓練で汗を流している間、あんたは居眠りをしていたのか リーダー、どんな時でも一番大事なのは自己管理なんだぞ。夜はあまり食べすぎない方がいい。眠れなくなってしまうからな。いや、やはりステーキをもう一丁だリーダー、二人で分けて食べるか。悪い夢を見る心配など必要ない。ライオンハートの騎士が常にあんたのそばにいる。だから安心して眠れ、リーダー。 俺様の心に宿るライオンはもう十分に休んだ。これ以上はもう熱い戦いでしかそいつを満足させることはできない。さあ、行こうリーダーナイトメアを討伐だかわいいアンナちゃん。あんたの歌声で俺様の魂が癒される。優秀な騎士にはそれ相応の報酬が与えられるからな。おや、メールが届いたようだな。 強者への道を開け強者は日々の鍛錬を欠かさぬ十分な強さを持つ者のみが傲慢になる権利を持つ決して屈せず、世間の差事にとらわれず、王座の道を一直線に進むそれこそが真のライオンハートだ共に戦ったらもう兄弟も同じ一緒に一杯飲みに行くぞ真の強者に恐れる者なし 誰もが夢を持っている。しかし、その夢のためにすべて投げ出す者はなかなかいない。そういう人間は残酷だが、偉大でもある。デートなら可愛い女の子とした方がいいんじゃないかあ、そうか、俺様も女の子だったか。しかしながら、あんたの可愛さに対する定義はちょっとずれているかもしれんな。<laughs> 王者の道は孤独。 騎士の道はここ。だから、俺様はそこにたどり着くまで、あんたと共に戦っていたいと願う。この剣の栄光にかけて、俺様はあんたを最後まで守ろう。栄光を受け継いで生き、栄光と共に死ぬ。我が心は、この剣のように、俺も曲がりもしない。大切な皆を守りたい。愛する皆が生きるこの世界を守りたい。そして、 心の中のもう一人の自分を守りたい。その信念を持って、俺様はずっとこの剣を握り続けていた。しかし、疑問の声がいつも俺様に影響し、信じた道を疑わせていた。俺たちは、いろいろな真実や陰謀を知った今も、初心を忘れずに歩み続けている。心に迷いがないこの道こそが、真に正しい道なのであろう。 このような苦難は、俺様の信念をさらに強くする。あんたのおかげで、かつての自分を取り戻せたことを感謝している。俺様はこの剣に誓おう。この剣を握れなくなるその日まで、ずっと、あんたのことを守り続けると。よう、戻ってきたか。思う存分、闘志を燃やせライオンハート降臨 お前らを潰すは<っ>英雄の剣栄光の剣うっ、うっ、お前の負けは最初から決まっていた俺様にはまだ使命が。